さあ今回はですね、やはりまあプロになってそこから本当ツアーで稼いでいくっていうことになるわけですけれども、はい、どうですかそこのルーキーで、うん、ツアーもうフル参戦もできてたんですよね、うん、どうでしたかツアーは。まあ、その時は1年間この米田コーチがキャディーとして帯同してくれたから結構心強く買ったし、その ETGA のみんなね、あの当時上田桃子プロ、諸見里しのぶプロ、たくさんのプロも試合に出てたから、そんなこうなんかアウェイ感というか一人ぼっち感はなく試合に出れたかなって思いますね。楽しかった。そうよね、見てても楽しそうだったもん、うん、キラキラしてたし、キラキラしてた、ウェアもつくじゃない。そうね、着させてもらって、セルジオタッキーについてたねね、おしゃれなウェアでした。でこう、ここのほらやっぱり袖のところにも、うん、ね、あのスポンサーさんがついて、ね、あプロっぽいよね。もう弟ここ、ね、からしたらね、やっぱりあ、やっぱプロゴルファーになってんじゃんって思いましたよ、うん、かと思ったら実家帰るとうちのお母さんがあのそのスポンサーのポロシャツまた着てたりするんだ、ね、うん、で、まあ、ツアーも出て、そんな中でこのね、海外メジャー、うん、挑戦っていうところも合わせてやっていくんですけど、はい、これって何ですか、あのなんか出場資格みたいなのがあったんですか、うん、これは、誰でもだったかな、エントリーすれば予選会は受けられる。もちろんその LPGA のプロのテスト合格者っていうことですか。だったかなと、多分このオープンだから誰でもあの資格がなくても受けられたんじゃないかなと思いますが、当時は今と違ってそうですね、単年登録とかそういうことで、うんうん、プロテストを受かってなくても試合に出れるっていう環境でしたもんね、うんうん、あ、それで予選会、じゃあもう人数もすごいことになりますね。そうなると今は全米女子オープンの予選は日本で開催されてるんですけど、当時私が受けた時はまだその日本の予選会がなくて、アメリカに予選を受けに行くから、あの日本人で予選を受けてるのって本当数名だったの。へ、まあ、そんだけ、ね、そうね、費用もかかるしね。うん、そっかそっかそっか、うん、でもメジャー出てみたいと、海外メジャー、まあ、全米オープン全英オープン出てみたいなっていうので行ったわけだ。そう、いや、うん、それもあったけど、最初はね、あのその江連さんのゴルフアカデミーで一緒にやってた先輩プロが行こうよって誘ってくれたの。そのプロが行けなくなったの、なんか用事が入ったか予定ができて、で私一人ぼっちになって、でそのプロは英語も喋れるし私一緒だから行こうよって誘ってくれたのに、どうしようってなったら、東尾理子プロが私の知り合いの方でコーディネートしてる人がいるから紹介してあげるよって紹介してくれたの、その時に。すごい、東尾理子プロも ETGA にその頃、そうそう、練習しに来られててちょうどタイミングよく私が困ってるって相談したら言ってくれ、うん、くださって、で行けたの、はあ、で行けて通ったのっていう話。そう、トントン拍子よね。すごいですね、そんなことあるんですね、うん、でそれで初の2008年に全米オープン出場ということで、はい、もう吉田家はもうびっくりしてましたよいや私もびっくりしたよいやいや、全米女子オープンに出るらしいでっていう覚えてますよね、それはもう今でも覚えてる。コーディネーターの方がホテルを借りるより一軒家を借りた方が動きやすいからそうしましょうって提案してくださって、はい、で一軒家を借りたよね、そこのゴルフ場の近くので、もうそんなの初めてだから、うん、アメリカ人が住んでるお家に1週間滞在させてもらって、でそこでそのお世話してくださったコーディネーターの人の手作りの料理をご飯を食べるっていう、で試合に行く、試合でもね料理を朝昼晩食べれるように用意してくれてるの、全米女子オープンって。だから食事にも困らないし、
ね、楽しいことだらけっていう。もっとゴルフ場の話聞かせてくれない？あ、ごめんごめん。食の話かよ、まさかの。日本とほらツアーも出てたわけですよね、はい、日本のツアーで、そうだね、海外のツアーとのこの違いみたいなのが、ね、その時のコースは結構距離もしっかりあって綺麗だった。グリーンは早かったし、途中雷だったかな、で大雨ができて中断になってサスペンデッドになって、私 初めてのサスペンデッドでやったりとか、いろんな思い出はありますね。その一個一個が薄めですね。いやもっとなんかこう今の自分にも未だにこう糧になってる思い出とか出来事みたいな。あるあった。じゃあそれいきましょう。ある、ね、予選の2日目の最終ホールの、パー5、池がグリーン手前から100ヤード150ヤードぐらいまであったのかな、大きい池があって、で私は、ティーショットフェアウェイ真ん中で、そこから池の左レイアップして、でパーで上がれば予選通過だったのに、私そこをなぜかスプーンを握ってその左の狭いところを狙ったので、そのセカンドを打つ寸前になぜか晴れてたのに大雨が降ってきて、いきなりアゲンストのブワーってきたのなのに、それでポーンって打ってちょっと右に出ちゃって、自分のミスショットで、で池に入って、でそこがダボだったかな、で予選落ちっていう。だからもうそこからパー5池があったら気をつけよって思うようになった。さあ、非常にねもう格言みたいなのが飛び出してきました、第4回目、そろそろお時間でございます。次回がもう最後のね、あもう5回目、まさかの姉とする時だけ3月土曜日5回あるよっていう次回最終回も、ぜひ聞いていただければと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。